いや、嘘。本当に起きたのね、小豚。今すぐに逃げなさい。この城はもうダメ。全部あいつのものなんだから。寝起きでわけがわからないでしょうけど、いいから逃げるのよ。ぼーっとしてないで、早く逃げないと。あ、でもどこに連れて行けばいいのかしら。セイバーの領土までは遠いし、空白地帯とか。落ち着いて、落ち着きなさい。私、子豚が安全かつ後腐れなくあいつから離れるために。やら嬉しいこと、めでたいこと。キツネ耳がピコピコとしびれるこの感じ。予定より早いですけど、それはそれ。大丈夫、何の問題もありませんとも。おはようございます、ご主人様。天守よりの見晴らし、お楽しみいただけました？気づかれた、遅かった。さて、そこな駒使い、何をほうけておる。我が主を玉座に案内せぬか。はいはい、わかったわよ。連れて行けばいいんでしょ。連れて行けば、メイドらしく言うこと聞いてあげるわよ。それと運がなかったわね、小豚。あなたを逃がしてあげる最初で最後の機会、これであっさり消し飛んだわ。よくぞ来た人間。強胆だが愚かも愚か。命知らずにも程があろう。貴様なぞこの玉座に落ちた糸くずのようなもの。わらわの機嫌一つでこれでは食前の酒にもならぬ。ムーセルを制したというから、もう少し大きなものを期待。食べるのはこれからじゃ。その寝ぼけ眼も愛らしい。さて、取って食おうか。わらわの辛抱もいい加減声がつ。また取れた分驚かそうと一芝居を打ったのですが、なんか効果が薄いんで取りやめます。マスター、ようやくお目覚めいただけましたね。私、この日どうかご機嫌麗しく。近くば寄って目にも見よ。遠からんものは音。さあ、ずずいっとご覧くださいませ。ここが私の千年郷。いいえ、私たちに。
夢見はいかがでしたか、ご主人様。もしや怖い夢や嫌な夢を見てしまったり。でもでも、ご安心くださいませ。ひとたびお目覚め、それがこの千年鏡の役目でございます。何があろうと、その証拠に、ほらそこの駒使い。何者かなんて見ればわかるじゃない。褒めたた、はい、困ったな、ビリビリいっちゃおうかな。よく聞こえなかったんですけど。わかったわよ。千年鏡の支配者にして、な、正真正銘のセラフの女王、サーヴァントキャスター、神明賜物前。はい、よくできました。けれど付け加えるなら、ご主人様、お分かりですよね。私こんな風に言われてはいますけど、あなたの可愛い良妻、あなただけのキャスター、それだけは絶対不ですから。この千年鏡の王はあなた様、私はただ。イエース、もちろんそうですとも。千年過ぎても浮気なし、8000年過ぎても倦怠なし、14000年過ぎてもなおラブラブ。私たちは永遠のおしどり夫婦、魂のバカップルと断言し、そこに何の迷いがありましょう。あるはずが。まだ寝ぼけていらっしゃるようですが、長らくお休みだったのだからして、そのあたりは5分。ことはごく単純です。私たちは聖杯戦争を勝ち抜き、そしてムーンセル中枢の部屋へいたり、ご主人様は見事セラフの王に選ばれたのです。かくいう私はその唯一のサーヴァントとして、そして、実に見事な手際であったと言えましょう。この千年鏡という帝国はなった。規模からすれば大帝。ムーンセルの王権、レガリアの所有者たるあなた方はセラフ全てを支配するにふさわしい。だからこそ私はあなた方に従うと決めたのです。英霊アルキメデス、貴様の忠義、眠りへ落ちた王を連れて城へと至った忠義、実にあっぱれ。その後の働きも目覚ましい。わらわの許しなく口を挟むとは何事か。我が主が目覚めた祝いの日でなければその下ちぎった後に。失礼ですが、お許しいただきたい王妃。私はシステム管理者としてセラフ全土の危機を見逃すわけにはいきません。セラフの異常は続いています。王と私を襲撃した何者かの、これらの異常の調査および対処、セラフの王および王妃たるあなた方には。まったく無粋なことを申すなと言うに。だがまあ仕方なし。5分いいですか、アルキさん。
我が帝国の方針はすでに決定済みな。まずは小生意気にも我が軍門にくだらぬサーバントどもを完膚なきまでに蹂躙するのです。まったく皇帝とは何たる戦勝、我が千年鏡に歯向かう小兵に過ぎませぬ。まずは蹂躙、叱る後に制圧。セラフの異常などしばらく放置して OK です。ご主人様、ご主人様にはご理解いただけますよね。まずは敵をしらみつぶしにしてしまって、考古の憂いがなくなるまで蹂躙し尽くして、それが肝要、それこそ重要。私とご主人様の安寧こそが何より大切なんですから。ご理解いただけると思ってました、ご主人様。もしもお前は間違ってるだなんて言わ、アルキメデスをそれはもうひどい拷問にかけてから、ご主人様ごと自らを牢獄に閉じ込めて涙枯れる。はあ、私への処罰は余計です。うん、余分よね。こんな不愛想な男を拷問にかけても。分かりにくいと察しましたので説明しましょう。つまりキャスター王妃はあなたが賛成しようが反対しようが自分、いやん、アルキさんたらあけすけん。そういうのは歯に絹かけてこう混ぜご飯を油揚げで包む。はい、そこまでそこまで。のろけならあの悪し、アルキメデスの話まだ終わってないんですけど。エリザベートの言う通りです。我が命を賭して申し上げる王妃であればこそ私は語らねばならない。ムーンセル中枢にて王を狙った敵は存在する。現在のセラフは危機的状況にある。そう結論付けるのが正当であり、王と王妃にはこの状況の。アルキメデス貴様、むむむ、ご主人様がそうおっしゃるのようございます。仮にセラフそのものに未曾有の危機でも、それが何だというのでしょう。そんなもののために限られた時間を無駄に。私はただご主人様と仲睦まじく暮らしたいのです。それだけで良いのです。おへそでティー湧きまくりね。そんなはずないじゃない。強欲だ。一つ幸せが手に入れば次の幸せも欲しくなる。それが女ってもんじゃ。はい、そこ天罰てきめん。やっ、腰を折られてしまいましたね、ご主人様。そう、私はあなた様、怪しくも楽しい高級的な大ハイライフを。国をすべ民草の貢ぎ物を受け、酒を持って池となし、肉をかけて林となし、これが私の望み、私の願い、千年の都で果たされることすべて。正直な話、セラフに住む生命体がどうな、まだビリビリする。いきなり本音吐いたわね、この哺乳。ドン引きよね、ドン引きでしょ。この際だからはっきり言ってやればいい。二十歳超えの豊島とは契約解除。ギャー、
そうですか。あなたがそういうのなら。懲りない人ですね。止まる気なんて花からないと何度も言っているでしょうに。ま、それもこれにて落着ですが。それではご主人様、王の務め、実はですね、タイムリーなことに我が居城に忍び込んでいい機会なので祝杯代わりに懲らしめて。侵入者、もしやそれは皇帝のアサシンでしょうね。施設侵入は彼らの得意分野。失礼、驚かせてしまいました。キャスター、あなた。いいえ、それには及びません。ご主人様、今天井からくの一のようにソロサーバントとして暴れていた方ですが、ちょちょいとお茶に誘って一昼夜お話ししたら意気投合と申しましょう。今では持ち前の素早さを生かして諜報活動に専念してもらっているのです。いえ、暴れていたわけではないのですが。まあいいでしょう、争いに参加するのは不本意ですが、レガリアには逆らえませんので。はあ、相変わらず陰気な方ですね。ま、美人であることをひけらかすよりはいいですけど。ん？メドゥーサさんがいるということは、もしかして。はい、ランサーと共に。いえ、マスター、この城に集い、キャスターを仮初めの宿、うち一人は私であり、そちらのランサー。邪魔をする。マスターが目覚めたと聞いてな。遅ればせながら挨拶に参上した。うん、次から次へと世話しない。侵入者を放って王の尊厳を廃止に来るとは。皆さんですが、これも良い機会に前向きシンキングいたしましょう。ご紹介、これなるは我が配下なる一騎当選の強者たち、精鋭揃いの。まあ若干一名、戦闘では使えない、トイレ掃除もできない。できるわよ、戦闘も掃除も料理も。っていうか私を戦場に。はいはい、さっきからキャンキャンうるさいのがラン。いいえ、あざといパジャマメーデンです。次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも、月の聖杯戦争では好き放題に暴れ回ったい。元気いっぱいの反応頼もしいんですけど。あのですね、リョフさん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれるのは。はいはい、ストップ、もう結構です。ああ、ご主人様も驚か。理性なき強戦士ですが、その実力は折り紙付き。なおかつ神明呂布宝石、これこのようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったの。はい、勝ちどきありがとうございます。ダメ元でスカウトした甲斐がありました。呂布さんといえば、私がガードに徹しても一撃で瀕死にしてくれた玉子殺しの代名詞ですが、過去の呂布さんこそ真の忠義者です。玉子、過去の経験からそういう。お次は先ほども紹介したくの一ライダー、メドゥーサさん。あ、でもご主人様に色目とか使ったら殺しちゃう。私からは何もですが。そうですね、セラフの混乱が続くのは問題でしょう。その点、あなたのような人物の予想以上に。い、何かあればいつでも私を。私のクラスはライダー、そして神名はメドゥーサ。悪の下りは余計です。まあ事実ですから否定はしませんけど。か、うん、そんなことよりオーラスです、ご主人様。どうぞご覧ください。クラスはランサー、
懐かしきインドの城庫にてその人ありと歌われし太陽の英雄カルナさんです。なんとカルナさんなのです。これほどの大英雄が加わった帝国がかつてあっただろうか。いやない、マスカルナさんはですね、ムーセルによって召喚された後私の熱い説得を受けて同じ太陽属性忠義属性のヨシミといいますか、私のあふれる魅力がそうさせるといいますか、 AI 仕掛けとはわけが違いますよ。これぞ我が四騎我が軍団の力。彼らの力も当然ながら用いまして、それでは改めて我らがアイノス、もとい王城に紛れ込んだクセモノ一匹、お散歩がてらお掃除がてら痕跡さえきれいに拭い去る。気合を入れてみましたが、ご主人様はいささか混乱気味のご様子で、お気づきかと存じますが、マイルームとは規制から逃れるため、その名も人玉このは疲労回復に出陣準備、コードキャスト装備にデータ閲覧に、そんな万能空間がこのマイルームですので、お疲れでしたらご遠慮なさらず、あん、それとも1時間だけのレストと言わず、それはもう女王だなんだと言ってみても、愛するご主人様と寄り添う以上に大切なものなどございましょうか。懐かしいものです。あ、でもそれほど昔でもないのですよ。多くの出会いがありました。わか、どこかの狭間で行われていたものもあったような、なかったような。それでございますか。家事のすべても務めてこその良妻ですが、女王家業とは目の回る忙しさ、むむ、どうしようと残念無念な玉もちゃんですが、これも女王の務め、国が落ち着くまでは市場は、そこへ現れたのがあのトカゲでございます。足元をちょろちょろしているだけならまだ可愛げもありましたが、はあ、何やら小うるさく罵倒などしてくるし、そこで思案いたしました。私は駒使いの一つも欲しい。トカゲ、そこはそれ、レガリアあればこそでございますとも、すなわちはご主人様のおかげでもありますね。聖杯戦争を勝ち抜けなければ、私奏者よ、よからのプレゼントだ、受け取るがいい。
ご主人様、それよいよ、せっかくお目覚めになってから初めてのデートなのに、タマもちょっとショックです。省略するとタマもショック。私、考え、もう大前自尺、儚くも辛辣なご主、それはそれ、これはこれ、これ以上聞き分けのないことを言うのでしたら、力ずくで、ええ無理やりにでも。さあ、聞こえますか、ご主人様。私、ですね、しばらくはそこで妻の働きを見届けてください。感じる、感じますよ。これで私たちは一心同体、危険な戦闘領域でも、でもやれるとは知っていましたが、いざ実際にこうしてみると、ご主人様がここにいてくれる、私の言う絶対に話しませんから、ずっとこうして、普通に手を握るよりもずっと温かくて。ではご主人様、手に手を取り合い、すでに敵襲を受けているセクターがある。防衛に向かってほしい。ノンストップです。獲物発見、ディジーにザップにキュートに決めるわ。ガウインよ、そろそろお主の出番だ。ええ、私にお任せを。エリザベート。
ントが狙われているようだ。このまま放置すると我が軍の損害は拡大する。敵軍の進攻を。手早く片付けるとしよう。敵軍の進攻を食い止めてくれ。やってくれる。さすがだな。つかく、私の負けだ。何よ、返り討ちにしてあげるわ。従者ガウェイ、参上しました。何よ、返り討ちにしてあげるわ。狐耳とはいえ、女性は女性。手荒な真似はしたくありませんか。お覚悟。覚悟するのは貴様の方よ。我ら以外の体力など目障りじゃ。これでも安心カット。防衛成功
がたどり着くより先に食い止めてくれ。まったくあの駒使いは何度狙われれば気が済むのか。うるさいわね。私のせいじゃないでしょ。メタ、このままだと味方がやられちゃいます。舞い上がっていただきます。素晴らしい戦果だ。たまもちゃん大勝利。この領土が明日の贅沢になるのです。楽しみに制圧したので今日を滑る女は違うということか。プラント発見で、私あれ大嫌いです。面倒ですが助けに行きましょう。たまもちゃん大勝利。この領土が明日の贅沢になるのです。プラント発見で、私あれ大嫌いです。風向きが怪しくなってまいりました。行っときます。では黒焦げと行きます。その顔見飽きました。
力比べ技比べといこう。わしを落胆させるなよ。魔剣士に見せる笑みなど何、後悔させてやろうぞ。ゲロの良い時間だった。何やら吠え立てていましたが、どうということかくして不尊なるアサシンは破れ、帝国の平和は守られまし、ご覧いただけましたか、ご主人様。私の中いやいや、これこそは私とあなた様の力です。こうして私たちが共にあれば、恐れるもの、さあもっと触れてください、ご主人様。もっと深く熱くとろけるように、なんなら荒縄レベル。やっぱり優しいですね、ご主人様。私はちょっと厳、あなたは優しく、私は厳しく、共にあってセラフのすべてを統治する。いついつまでもとは聞き捨てならんな。それは最後まで全力を出さない。おやおや、いらしていたんですね。不尊にも皇帝よもや、あのアサシンを倒すとはな。セラフを恐怖で支配せんとする悪だが、その横暴もこの辺りが納め時だ。毒が魔鳥の千年鏡に咲き誇る花はなし。万雷の喝采、何時のサーバントセイバー、貴様の悪逆を止めんがため、公職なんと、そこはしっかり覚えているとは。ちょっとだけ、でも
そんなことはどうでもよいではないですか。というか最初から私たちは敵同士だと。少なくともあなたにとってこの私はムーセル中枢に通じる道でドーンと私の背中を押して月の裏側まで落としやがったあなたにとって。はて何のことやら分からぬ。そうじゃよ、そなたも覚えてはいるまい。うむ、そうそう、私ったら実はですね、ご主人様はなぜだか精神と魂とにサクッと分かれてしまったので。でもでもどうかご安心くださいませ。私が何より惚れ込んで何の問題もございます。見逃しにイチャイチャするとは、愛も変わらず脳内ピンクだが、それも終わりだ。千年鏡だの帝国だのの世まい事は終わりだ。セラフには真の脅威が迫っているのだからな。おかしい。それで？それが何だというのです？私はご主人様がいてくれればそれでよい。いいえ、ご主人様がそばにあることこそが最重要。他の私とご主人様の日々のためにあらゆるすべて共闘はできぬというのだな。無念であるとならば、セラフを支配せんとする悪の女王を世は倒すしかない。たとえもう一人の奏者を失うことになる。もう一つのレガリア、やはりあなたが所有者だったんです。ならば私もこの力を使うのにためらいはいたしません。さあムーセル、我らの王権を認めるならば月の女王たる力をよこすがよろしい。いきなり本気ときたか。ならばこちらも行くぞ。手数はこちらが上でしょう。五尺千の動きから天の動きによる猛襲、見事阻んでみせたな。接近戦なら一気に落とせると踏んだが、さすがそうもいかぬ。とはいえこのまま攻めれば落とすのはたやすい。十中八九は世の勝ちであろう。アサシンとの戦いに疲弊している貴様を全力で落とすのは興がそがれる、世の格が落ちるというやつだな。ここは預けよう、キャスター。次に見える刹那こそ決着の時と知るが、そこまでの力を持ちながら今持つがゆえに、この世の終わりにあってなお警告の化粧である身を選ぶとは悲し。シリ、私欲、そうです、この私が私の愛するあなたと共に国を取る、すべ、くらい、それの何が悪いというのです。
みっこ。申し訳ありません、ご主人様。城へ戻って早々なのですが、お先に新城へ。魔力の消耗が思ったよりもきつかったようで。まあ、よろしければご主人様もご一緒しますか。起きたばかりで眠るのはノーサンキューでしたら、こちらに城も玉山も空気の一粒まで、あなたの所有物、どうか存分におくつろぎください。何かご用がありましたら、駒使いにでもお言いつけください。本当は私が手塚ら満館全席の一つも振る舞いたいところなのです。ですから雑事の類はしばらくの間駒使いに任せています。ではでは、お先におやすみなさいまし。あ、眠ってる私に呼ばいをかけてくださいましても、私一向に構わないどころか、どんと。無事に戻ってきてよかったわ。あいつやばくない？ううん、最初はただ塞ぎ込んでたぐらいだったんだけど、あの力を使い始めてからみるみるうちに暴虐の女王様になっちゃって、今じゃ経験則から言わせてもらうけど、こんなの破滅へまっしぐらよ。だからねえ小豚、いっそ本気？このまま放っておって、さっきアルキメデスと一緒にどうにかされかねない感じだったでしょ。なかったら、いえ、何か理由があったとしても、あい、そこまで信じられるんだ。わかってるのよね。例えばよ、あなただって。バカみたい。あなた、あいつ以上にあいつを信じてるわよ。コブタ、でもちょっとだけ。ううん、なんでもない。助けてって言っても